ボートレース福岡のプレミアム G1 第38回レディースチャンピオンは9日予選3日目が行われた 4R では1号艇の小坂部有沙27イコール静岡が逃げ切って G1 初勝利を決めたレース終了後には岩崎よしみが用意したアルパカの浮き輪とともに大時計前で水人祭1つ勝ててほっとしているとにっこりファンの方もおめでとうと言ってくれて嬉しかったけど 五、六着しか取れていないので申し訳ないという気持ちがある。残りで何とか一つでもレンに絡みたいと気持ちを引き締めていた。